日本ペアの登場です。川口優子、アレクサンダー・マルクンツォフ。99年にこのペアを結成しました。今回世界選手権は2度目の登場。前回2001年は15位でした。音楽はオペラアイーダから。2度目の出場ですけども、非常に高いレベルの技術を持ってますよ。ですからうまくいけば上位に来ますよ。素晴らしいスローのトリプルサルコージャンプ。サイドバイサイドのトリプルトーループ。近い場所でのサイドバイサイドのスピン、ちょっと乱れました。場内から手拍子。降りたのも工夫してますね、はい、エアスピンコンビネーション。ここでも見せます。あ、最後はちょっと衣装がお互いに絡み合ったでしょうかね。最後少しアクシデントがありましたが、この笑顔です。川口優子、日本の川口優子、アレクサンダー・マルクンツォフの演技をご覧いただきました。それではもう一度演技をご覧いただきましょう。まずは最初のジャンプですね。最初のスローのトリプルサルコ、伸びのあるジャンプ。サイドバイサイドにトリプルトーループ。これはもう全てが全く同じでしたね。日本の川口優子、アレクサンダー・マルクンツォフの得点が出ました。いやー、いい演技だったんですけどね、4.4 から 4.9 ですね。ちょっと演技時間がですね、はい、2分40秒ということだったんですが、はい、43秒までいきましたので、少し点数に響きましたかね、はい、表現力の方も 5.0、5.0 を出したジャッジが2人、あとは4点台の後半となっています。これはちょっと渋い表情になりました。川口マルクンツォフ現在12位です。49、 thank you。